さーて、役人様の指示通りこんなとこまで来ちまったが、カサネ、本気でユイトを殺す気なのか？どちらにしろ、あなた一人で行かせるわけにはいかないわ。みんなも頼むわね。仕方ない。カサネ、戦いには協力するが、その先は我々も自分の判断で動くつもりだ。いいね。いた。カサネ、待ってくれ。話をさせてくれ。断るわ。死んでもらう。どうして俺の命を狙うんだ。言うくらい教えてくれてもいいだろう。話をする気はないんですよ。貸してもらうわ。失礼。許可お願い。はぁ？失礼。あと一度だけだわ。手段は選ばない。失礼。また戦う。借りるわよ。ユイトを殺そうとするなら力づくでも止めるから。俺はそんなつもりはないんだが。ああ、もう頼むからじっとしててくんないかな、つるみちゃん。カサネ、このままやり続けてよ。お互い無事では済まないぞ。本気でユイトを殺すつもりなの？嫌なら協力しなくていいよ。その代わり邪魔もしないで。カゲロウ、お願い。サポートしてやるか。もっと力を。カサネ、半歩撃破した方がいい。やるなら先にユイト以外の二人を無力化しよう。挟み撃つよ。ドライブだ。プレイフィールドだと。正気か。借りるわよ。カサネ、ここではユイトが有利だ。注意しろ。教えてくれ。どうして父さんを殺してセーランに着いたんだ。父さんが怪異化の研究に関わっていたからか。ニューヒムカがナオミを怪異にしてしまったから。そう。
あなたも気づいたの。ええ、そうよ。その通り。ユイト様、こだまちゃんが来ましたよ。あ、こだまか。面倒なやつが出てきた。カサネ、一旦アジトへ引こう。あ、待ってくれ、カサネ。なあ、やっぱりこんなのおかしいだろう。どうしてそう簡単にユイトを殺そうと決められるんだ。あの日未来から戻ってアジトで合流した時、カサネは言ってたよな。簡単に決められないって。それが未来を守るためだから。カサネちゃんよ、そこまで言うんなら本当にそうだと言い切れる証拠でもあるのかな。残念だけど、俺はまだユイトを殺せば全て解決なんて信じられないんだよな。ま、親父殺して息子までってのもきついものがあるしよ。断言できるのならば私もぜひ聞きたいよ。ユイト殺しの正当な理由をね。言うだけ無駄だわ。無駄かどうかを決めるのは僕たちだ。え、前から言おうと思っていたんだ、カサネ。お前は勝手が過ぎるってな。お前は決断が早く、なすべきことをすぐに見極める。熱くなっても冷静さを取り戻すことだってできる。そういうところは素直に尊敬しているさ。そうだ、僕はカサネを尊敬している。だからこそ僕はカサネをリーダーと認めることができていたんだ。だが今回は別だ。ユイトを殺す？なぜだ？納得できる理由を聞けない限り僕は協力しないぞ。それは、でも。おっと、試練。ひとまずその辺にしといてやろうや。ワコードはいいね。そういうの嫌いじゃないぜ。でも試練の剣幕に重ねちゃん面食らってるぜ。十分カウンターになったんじゃねえの？ねえ、カサネ、私たちはね、あなたが抱えているものがどんなものなのか全く知らないの。重いのか軽いのか、痛いのか苦しいのか、分かってるのはかろうじてナオミのことくらい。言うだけ無駄だということは、言うべきことを抱えているということだ。幸いなことに、ここには様々な価値観を持った人間が4人もいる。多角的な視点で物事を語れる自信はあるよ。言ってみろよ。僕らには聞く権利があるはずだ。そうよ、私たちは同じチームでしょ。ごめんなさい。やっぱり話すつもりはないのか。あ、違うわ。うまく説明できなくて、言うだけ無駄って言っちゃったことをごめんって意味。あ、そういう意味か。だったらちゃんとそう言え。ごめんなさい。あ、これはちゃんと言えなくて早とちりさせたことのごめんだから。さすがにそれくらいは分かってる。試練君さ、もうちょっとゆとり持ってもいいんでないの？そこ、お前さんの可愛いところでもあり、イケてないところでもあるぜ。うるさい！重ねも重ねだ！話す気があるならさっさと話せよ。ええ。一つ目の理由は、クナドゲートに感じたもの。あのゲートからは、レッドストリングスの力が感じられたの。感覚的なものだけど、本来すぐに消えるはずの時間跳躍の通り道が、ユイトの超能力の共鳴によって残り続けている。未来のユイトが言っていたことに、直感的に納得がいってしまった。二つ目の理由は、カレンに言われたことよ。彼は、私たちが未来に飛んでいたことを知っているわ。なんだって？これは、嵐も盗み聞きしてたから知ってるわよね。ああ、未来での意味深な発言からも
カレンが関係している可能性は高いと推測していたからね。少なくとも時間跳躍という超能力があることをカレンは認識し受け入れているのは事実だ。3つ目はセイランの役人の言葉、ユイトが関係してる、そう言われて疑ってかかっていたものが重ねの中で確信めいたものに変わっていったわけね。そう、全部状況証拠って言われたらそれまでなんだけれど、ごめんなさい。重ねは謝るポイントもずれているな。我々の疑問に対し重ねは必要な説明をした。そこに謝る要素は何もないだろう。そして説明をしてもらったことで、なぜ重ねが今回の決断をしたのか、その理由も理解できたというわけさ。ああ、ようやく納得できた。だけどな、納得した上で言わせてもらう。どうして相談しないんだってな。だからそれはちゃんとした証拠じゃないし、納得なんてしてもらえないって思ったからで。だが僕は納得をしたぞ。ここにいる他のみんなもそうだ。半信半疑かもしれないが、全部が嘘とは思っていない。重ねの考え方が間違ってたっていう証明だ。だからこれからは話すべきだ。僕たちは命を預け合ってる関係だろ。ごめん。また間違えているわよ、重ね。え？そういう時に言う言葉は別にあるんじゃないのかな。そうだな、仲間との信頼を深めたいなら口にすべきは謝罪ではない。わかるね、重ね。あ、そのみんな、ありがとう。